はいどうもこんにちは。今回はまとめて覚えてほしい転移反応ということで、カルボリル化合物から第1級アミンを合成する方法について紹介します。ホフマン転移とクルチュース転移はそれぞれ動画にしているんですけど、他の2つは個別に動画を作るほどでもなかったのでまとめて紹介します。 この4つの反応は全てどんなカルボニル化合物を出発物として使うか、そしてどんな中間体を経るかということが違うんですけど、最終的にはイソシアネートを経てイキュアミンが得られる反応です。イソシアネートの構造は n 2重結合 c 2重結合 O になっていて、この黒丸の部分には炭素があります。 この炭素の部分は黒丸を塗っておかないと手書きの時なんかすごい長く書いた NO の二重結合と見分けがつかないので気をつけてください。まあ普通にこんな感じで黒丸で塗らなくても NCO っていう風に C を真ん中に書くことの方が普通ですかね。僕はこの書き方が気に入ってるのでこの動画でもこの書き方でいきます。そしてさらに重要なのは4つ全ての反応においてこの出発物であるカルボニルの α に当たる部分この R1 から3の部分ですね。ここの部分は雨になっても立体が保持されるということです。 では実際に一つずつ反応機構を見ていきましょう。まずは一番有名なホフマン転移からいってみます。ホフマン転移の出発物はアミドになっていて、延期中で収素を反応させます。で、ここのイソシアネートからアミンになる過程っていうのはただの加水分解なので、とりあえずイソシアネートに至るまでの反応機構だけ紹介します。 まず、アミドの窒素についているプロトンが塩基によって引き抜かれて、ここの部分がアミドイミノールの誤変異性を起こします。この R の1から3までの部分というのは変わらないので、太文字の R で省略しておきますね。で、この O マイナスは元に戻って、周素に攻撃して、こういう風に窒素状にブロモがつきます。もう一つ残っているこの H をまた塩基が引き抜いてイミノール化するんですけども、このイミノールが戻るときに、今度は周素が付加するんじゃなくて、ここの R の部分が窒素状に転移して、ブロモが外れます。そしたら、ここの R と N の部分に結合ができて、ここの のの二重結合っていうのは変わらずに、ここの O の部分いうのが二重結合になるのでこういうふうに NCO の結合ができますきれいに書き直すとこうなりますね以上でイソシアネートの完成ですでは次にクルチューステインですクルチューステインでは3塩化物にナトリウムアジドを反応させることでこんな感じの中間体を経てイソシアネートが得られますまずこのアジドイオンっていうのはこういうふうな構造をしています1個ずつプラスマイナスが打ち消し合うので全体としてはマイナス1ですね なので、ナトリウムプラスと N3 マイナスの塩になっています。このアジドイオンの末端のマイナスが電子を押し込んで、ここの n n 二重結合の電子っていうのが酸塩化物に攻撃して、ここ上がって、で、それが戻って、ここのクロロが外れれば、こういう風になります。あとは、ここの窒素のマイナスがロンペアを押し込んで、ここの部分っていうのはイミノールになって、それが戻って R が転移して、ここの部分が脱離するっていうのは同じですね。で、今回の場合は、脱離したやつが窒素ガスになります。これでイソシアネートができました。 次はシュミット転移です。シュミット転移は出発物がカルボン酸で、こいつがアジカ水素になっています。さっきのクルチウス転移ではアジカナトリウムでしたね。この反応はちょっと入りきらなかったので、2行にします。まずカルボン酸を酸性条件で処理することで、カルボン酸の OH の部分がプロトン孵化して、ここの酸素に押し出されることで H2O が脱離してアシリウムイオンを生じます。あとはここにアジカ物イオンが攻撃することで、ここが上がって、こういう風になります。 で、あとは同じなんですけども、さっきと違うところがあって、今回はアジカ水素なので酸性条件ですから、このイミノールの部分っていうのが O マイナスじゃなくて、プロトンを孵化して OH になっているということです。では最後にロスセン転移を見ていきましょう。ロスセン転移ではこの出発物がヒドロキサム酸というあまり見慣れないやつなんですけども、アミドのプロトンの部分が1個 OH になっただけなので、まあそんなにびっくりするような化合物ではないです。こいつが酸塩化物と反応して、最終的にはイソシアネートになるっていうのは一緒です。 まずヒドロキサムさんのここの OH のロンペアが酸塩化物に攻撃してここの部分が上がってでこの O マイナスが戻ってクロロが外れてこういう風になりますでこの時にこの外れたクロロっていうのがここの OH プラスのプロトンと一緒に外れるのでこういう風になりますで今度は塩基によってここの窒素上のプロトンが引き抜かれますあとはさっきまでと同じ感じでここの窒素のマイナスがここのカルボニルの方に行ってイミノールになってそれが戻る時に R が転移してこっち側のカルボン酸のイオンが外れます 最初の3円化物だった部分っていうのが脱力として働いてるわけですね。これでイソシアネントができて終了です。4つの反応機構を並べてみました。ちょっと4つも並べるとごちゃっとなっちゃうのはどうしようもないんですけども、ここに書いてる順番で上から並んでいます。普通に紹介した順番ですね。で、大事なのはこの転移の部分で、結局の話、この4つの反応は何を脱力として外れるかっていう反応の違いがあるだけです。なので、脱力が同じという点で言うと、クルチウス転移とシュミット転移は同じ反応ということになりますね。 最後にイソシアネートの加水分解を見ていきましょう。酸性条件と塩基性条件に分けていますけど、ほとんど同じです。まず酸性条件では、イソシアネートのこの O の部分っていうのがプロトン孵化しておいて、ここの真ん中の炭素に対して水が孵化します。そしたらちょっとこれどうなってるのかわかりにくいと思うんですけど、黒丸で書いていたここの部分っていうのが、ここの炭素ですね。 で、この左側の OH の部分っていうのは、この上の部分の OH。で、この右側の部分っていうのが今ついた水ですね。で、ここがカルボニルになりながら、ここの H2O のプロトンっていうのを、ここの窒素が奪います。で、このように窒素状にプロトンが乗って、ここの部分がカルボン酸になっています。で、こういうふうに窒素状にカルボン酸が乗ったやつをカルバミン酸っていうんですけども、あとはこれが脱炭酸して、ここの窒素の部分がプロトンを付加すれば、こういうふうに雨になって終了です。 正確に言うとこれ酸性条件なのでアミンの窒素上のロンペアがプロトンを付加してアンモニウムイオンになっているはずなんですけどそこまで書く必要はないと思います次に塩基性条件ですけど基本的には酸素がプロトンを付加していないことと最初に攻撃するのが水じゃなくて OH っていうことが違うだけですね最後脱炭酸の過程でこのカルバミン酸の部分っていうのはここにプロトンを持っていませんからアミンのプロトン付加っていうのは水などの他のプロトン源を用いる必要があります ということで、最初にも出しましたけど、まとめるとこういう風になります。この4つの反応の違いは出発物と用いる主役ですけど、1個ずつを一問一答的に覚える必要はなくて、最終的にこのアミンの窒素をどこから持ってくるかっていう違いを押さえておけば大丈夫です。 こういう風うに、ホフマン転移とロステン転移では、最初から出発物が持っている窒素っていうのがアミンとして残りますし、クルチュース転移とシュミット転移では、アジカブツイオンを窒素源として加えています。で、転移の部分では、カルボニル炭素の隣に窒素があるので、その隣にいい脱力がついていれば転移するよっていうことだけです。少しずつメカニズムや中間体の構造が違っているので、ぜひ4つの反応を実際に自分で書いてみて比較してください。試験にもよく出るようなホフマン転移とクルチュース転移については別の動画でも詳しく紹介しているので、この動画だけではわからなかった といいう方方は是非概要欄の方から飛んで見てみてみください最後に告知です。この新有機科学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました。非常に便利なアプリになっていますので、興味がある方はこちらの QR コード、もしくは概要欄の URL から飛んでぜひダウンロードしてみてください。App Store の方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます。まだ iPhone 版しかないんですけども、Android 版は絶賛開発中なので、Android の方はしばしお待ちください。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。 ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。アプリを使っていただいた方はアップストアの評価とレビューを書いていただけると励みになります。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。